始まった。明菜さんの走り屋の歴史で最高のダウンヒルバトルが。86が FC と互角のバトルをしてるぞ。いけータクミー。いつもの兄貴のやり方だ。ここ一番のバトルではわざと先行させて後ろからぶち抜く。どんな相手にもそうやって勝ってきたんだ。86が頭取ってるぞ。今にも当たりそうなスーパーツインドリフト。ムネトものっけから見せつけてくれるぜ。すごすぎるぜどっちも。けど本来高橋涼介はあそこまでドリフトを多用するスタイルじゃないだろ。相手の得意分野でねじ伏せるつもりなんだ。キングの意地にかけて。驚いたぞ。半月前カウンターステアの打角が小さくターンイン直後に大きめのカウンターを当てる癖がなくなっている。わずかな間に奴は進化している。だが結果は変わらない。俺が勝つ。受けてきやがったけど気づいたのかな。86ああべったり張り付かれちゃう。ああ逃げるより追っかけるのに技術的にも心理的にも有利だな。走り屋の世界に常識だもん。ましてや相手はあの高橋涼介。煽られるプレッシャーは半端ないぞ。すごいさ飛び跳ね。ストレートで速い走り屋は初心者、コーナーを極めたら中級、上級者ともなればストレートでもコーナーでも第三のポイントで差をつける。そのポイントを極めることこそ俺の行動最速理論のメインテーマだ。その理論は限りなく完成形に近いサンプルの一つがこんなところにあったとは。こうしてラインとリズムをコピーしているからこそついていけるが、単独でこれを再現するのは俺でも難しい。恐ろしいやつだぜ。ダメだ振り切れない。何？何なんだその区間タイムは。自分も測り間違いかと思ったんですが、前回の交流戦より8秒以上速いんです。8秒だけ？ケースケスが走った時より8秒も？あの2台一体何をしでかしてるんだ。まだだ。まだあれが残ってる。水落としも通じない。やっぱり俺なんかが勝てる相手じゃなかった。俺は負ける。そうなんです。もしこのペースでゴールしたら2台とも前回86が出したコースレコードを12秒近く縮めてしまうかも。してくれ狂気の沙汰だぜ。もう十分だよ。ああやばすぎです。
だからこそできる究極の限界バトル。間違いない、今夜のバトルは伝説になる。いよいよ5連ヘアピン来るぜ。手前のストレートでハードなブレーキング競争が見ものだな。86が頭だ。オーバースピードだ、曲がれない。ぜっくそー、曲がれ。FC が前に出た。信じらんねえ、あの86が突っ込みでアンダー出すなんて。やっぱり高橋涼介に食いつかれて逃げ切れる走り屋なんていないのか。不思議なやつだ、あれほど高度なテクを持ちながらバトル慣れしていない。追い込むと意外なほど脆い。もう少し後ろについて手の内を見せない作戦だったが、前に出たからと一気に突き放して勝負を決める。噂以上だね、二台とも。そんじょそこいらのドリフト小僧とスピードレンジが違う。でも勝負あり。このバトル高橋涼介が勝つんでしょ。そうだ、前を出たからか。でラインのシビアさは86の方が一枚多い。あの86まだ死んでないの。差がつかない。一気に置いてかれると思ったのに、速さに対して差がない。だったら縮めるんだ、少しでもこの差を。1メートルでも2メートルでも前を走るあの白い RX7 に近づくんだ。俺の方が速い。フロントタイヤの食いつきが。この大詰めで熱だれか。だが少しくらいタイヤがへたろうとも俺の技術に挟まない。勝つのは俺だ。いよいよだな。あのスキーローンだと相当もつれてる。読んだ通りの展開だ。ゴールはすぐそこ。一か八かで仕掛けるならこのポイントしかねえ。ブレーキング勝負に必要なスピードの乗る直線、道幅の狭いアキラの峠で唯一このコーナーだけが三車線になってラインの自由度も高い。そしてその先は二つの R が重なった複合コーナー。このコーナーを立ち上がって